おはようございます。今沖縄に来ております。沖縄のトレンドナビ、ここが私が泊まっている宿でございます。そしてこのバイクが私が借りております PCX125、 なかなか便利でございます。そしてバイクがいっぱい泊まっております。入り口がこちらになっております。今は朝の7時半ぐらいですかね。であんまり人がいないのでこれを撮れるとですね。これ内履きと外履きに履き替えないといけないんですけど、外履き用の棚がこれで、僕の B3 ですね、 2C に止まっています。234と階がありますが、あと屋上もありますね。で、ここは2階の 2C に止まっています。まず共用スペースですけども、ここが洗濯機のあるスペース。で、なんかシャワーがあります。で、ここはちなみにトイレです。テレビ見たり、テレビを見たり、料理したりすることができますと。で、まず屋上に行きますか。屋上に、僕も屋上は行ったことがないんですが、洗濯物が干せるスペースがあると聞いています。ただここエレベーターがないので結構大変かな。どこに屋上あるんだろう。お、眺めがいいじゃん、眺めがいいじゃん。ああいいですね、眺めがいいですね。ここはですね、沖縄市の中の泊まりなんとか、なんか泊まりっていうところの地区で、あそこに泊まりんっていう なめた建物があるんですけど、ここからですね、沖縄の久米島とか、何、渡嘉敷島、あと座間味、なんかその辺の船に、船じゃない、島に行く船がここから出ています。だから久米ラインとかですね、あの辺も結局なんかフェリー座間味とか粟国とか、そういう船が泊まっています。9時とか10時ぐらいに出るみたいですね。で、どっかの日に乗れるといいなと思っております。ここが屋上の物干し場ですか。なるほど、なるほど、なるほど。あ、そういえばもう今ゴールデンウィークなので鯉のぼりが立っております。なるほど、こうなっておるわけですね、でですね、まあ、なんかそのああいうなんか島に行く船がここから出るんですね。ここはですね、
ダイビングショップっていうんですか、そういうお店がいっぱいあります。はい、では、私めが借りておる部屋に行きましょう。前にですね、こういう共有スペースがあって、ここ冷蔵庫があるんですね。こういうなんか使っていい的なトイレ、シャワーみたいなありますと。Wi-Fi もちゃんとあります。4階まで上がってくるのは結構大変です。これは何でしょうか。ラクラク、何がラクラクやね。物干すのかな。2階がここですね。なんか2階の方が暗いですね。2階はこのシャワー室が3つあります。まあ、スリッパがないので空いてますね。シャワー室こんなです。なかなか綺麗かと思われます。で、ここもシャワー室ですね。髪染めをしたら必ずシャワー室全体をきれいに洗い流してください。乾いてしまうと落ちませんと。はい。ここは洗面所ですね。で、ここがトイレと。まあ、このような共用スペースとなっております。でですね、ここは館内は基本禁煙でございまして、まあ、1階の入り口にもあの喫煙スペースが映っていたかと思いますが、この階段のところにこのように喫煙スペースがあります。で、さっき言ってたのはこのなんかパラダイスクラブイン沖縄みたいな、そうですね、ダイビングクラブなんですかね。はい。でですね、あとは自分の部屋かな。ここが私のやっと鍵かかってなかった部屋です。こんな感じのスペースになっておりますと。よし、以上です。